くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。この公園来すぎ、くるぶし。メタセコイヤー、ではです、コイヤークルジョブチャンネル、いつもの公園で、メタセコイヤでかいね。最高、気持ちいい、気持ちいい。それ多いな、最高。今日はですね、クルチョボ飯。クルチョボチャンネルが最近というか、よく行ってる、ちょっと定食屋さんを紹介しようと。お、はい、ついについに。ツイッターを見てるあなたは知ってる、ね。足立区の、綾瀬にある、味安さんっていう。お店で、はってあなた何回も言ってる。駅からね、でもちょっと離れてんだけど、離れてるのにいつも混んでる。なんであんな混んでるの。すごいな。あの味安さんのお弁当をみんなに紹介して、ここで食べようじゃないかと、ピクニック。なので今買ってきました。お、それがこちらです。味安唐揚げ弁当。シュ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 、ポン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 。大はい、こちらアジアスの、唐揚げ弁当。これいくらだっけな、800円ぐらいすんのかな。いや、670円。670円。詳しい。あのこのお店、唐揚げがうまい。うまい、マジで。本当にうまい。死ぬぞ。これをね、早速ちょっと食レポしていきたいと思います。食べていきましょう。はい、それでは、うい、いただきます。除菌。除菌玉。小学生みたいな。はい、アジアスのね、あのそのグループとして、パンダグループっていう、あの通りにね、そのオレンジの看板の店がいっぱいあって、そうそうそう、まあ、こんな感じなんですけどもね。うん、定食、アジアスさん、うん。夕食屋のラクサ。で、ラーメンパンダ。ラーメンロッジ。お好み焼きパンダと。あとね、中古車もやってるんですよ。やりすぎ。お腹減ったよ。お昼ですか、今。まあ、内容としましては、日の丸ご飯に、ナポリタン、はい、で唐揚げ3つ、うん、キャベツレモンでポテト、ほうれん草のおひたし、福のお漬物、なんていう名前だっけ、なんだろう、柴漬け的な、うん、それ的なやつ。じゃあ早速いただきまーす。あ、米もうまいよな。そうなの。それでは早速唐揚げ。うんうん、何言ってるか全然。マジでうまい。味ってね、そんな濃くないんですよね。そうね。鶏本来のどちゃくそにうめ。うまい、マジ。もう何回行きましたっけ、ジョマちゃん。3回 3,4 回行ってます。このほうれん草ね、ナムル、うまい、ニンニク効いてる、うまいや、すげえ、これお弁当だけかな、この初めて食べた、初めて食った、うん、見せたらこのポテトなんて出ない、出ない、お弁当仕様ですね、完全に。ナポリタンついてた？いや、ない、完全にあれだね、店と弁当分けてる。あ、なるほどね。 いいな、メタセコイアの下ゆるキャン。はるかちゃん好きだよ俺。どんな子やろ、まあ、主人公のあのマインちゃんね、マインちゃん。マインちゃん、なんかもともと NHK の子役で出ててマインちゃんっていうやつやってて、今大人になって福原はるかちゃん。あ、そういうこと、うん、俺アニメの方やと思ってた今。え、ドラマもやってるってことあれ。うん、へえ。ゆるキャンのアニメね、うん、あ、そうそう、ドラマもやってるんです、実写。すげえ、知らんかった。プライムビデオで見てました。最近何見ですか、アマゾン。でももうなんかね、このバーってあるやつを見てない感じかな、うん、リアルタイムで追っかけてる感じで。進撃の巨人と
呪術廻戦と天元の消防隊と、アニメばっかなの。アニメばっか。意外。クルチョモのね、あの替え歌のはチョモから来てますからね。うまいわ。いやほんまに撮影忘れてまうな。クラブハウスでもクリちゃんと喋れるよ。だいぶ勇気言いましたけどね。チョモとかやった方が話うまいから。これめっちゃ人見知りですからね。でもさ、顔見えないからさ、どうだろう。俺案外いけたわ。俺なんか顔見えた方が俺喋れるかも。あ、そう。逆に相手がどんな表情してるか分かるかも。なんかこうなってまうねん。うまっ。いやほんまこれを超える唐揚げあったら教えてほしいぐらいね、うん、で割とさ、うん、街中にあの金賞受賞の唐揚げとかあるじゃん、うんうんうん、これでしょ金賞。そうやね。うん、まず1個がねすんごいでかいな、うん、あとね衣が独特。そうかも、うん、うまいよ衣が。うん、ちょっと厚めなのかな。うん、でも別にかさ増しのためにやってる感じじゃなくて、うん、ニンニク効いてるとか生姜効いてるって感じじゃないの。うん、そうそうそう、そこでうまさを稼いでる感じせえへんのよ、ね、うん、ちょっとねお茶飲む忘れちゃうぐらい。一滴も飲んでないわ。よろしい、完食でーす。うまかったー。今お茶開けますか。お茶まま完食でーす。おーごちそうさまでーす。赤梅やべ。ごちそうさまでした。まあうまいね。やばい、本当に美味しいから、ちょっとねあのまあ今あんまり行けとは言えないんだけど、あの行け。お。まあこうやってねお弁当もやってるんでね、うん、あの店じゃなくても食べれるんで。今一応ですね、食べログの情報だと月曜日から金曜日は9時、朝の9時から夜の11時まで、中休みなし、土日祝はですね、9時11時変わんねえじゃんこれ。中休みなしということで、日曜もやってますんでね、定休日は、無休。お盆休み年末年始はあると。あのね綾瀬から大体ね、歩いて15分ぐらいかかるかもしれない、うん、でもあの行く価値ありますね。でちょっとあの並ぶかもしれませんけど、今日もね10分ぐらい待ったかな。そうね、あのお弁当空いてたのにね。そうね、空いてたけど、なんか予約してる人もいる。そうね、予約するといいかも。うん、ぜひぜひ。あのクルチョモに会えるかもしれない、うん、俺もソロで行ったけど。ソロキャン。ソロキャン。クルチョモの、愛する、クルチョモ飯、アジアスさんの唐揚げ弁当、ご紹介しました。ぜひ行ってください。はい、ありがとうございます。今度はカツカレー食ってみよう。本当何回も言うけど、あのレモン絞ったぐらいで切れるやつマジクソだから。切れんだよ。